イニシャル D セカンドステージ最終回第13話、移りゆく季節の中で見ていきたいと思います。最終回だ、早い、最終回なんだ。今やってるのは86同士の戦いで、秋山渡と藤原拓海の、まあそのターボと、ごめん、表現方法が分かんないんだ。まあでもだから86の対決をやってんだよ。どうなるかな、すげえ楽しめたから、じゃあもう我慢できないから早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。どうなるかな、ニュー86でいいのかな、言い方。86ターボ対ニュー86、楽しみだぜ。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。よし、危ない危ない、大丈夫だった。やべえ、もうこのオープニングも最後か。あ、そう、でこの動画を撮ってる今っていうか、今がね6月20日の3時13分になったんだけど、今昨日かな、6月の19日に、MF ゴーストのファーストシーズンを夏に再放送しますよって、公式の方からアナウンスがあったから、もう2期、MF ゴーストの2期が秋で確定はした。見るから、みんなで見ような。マジで。少なくともこの動画を見てる人は MF ゴーストも見ると俺は信じているから、一緒に見てくれ。めちゃくちゃ面白いから。で、ちょっと秋までにね、全ステージを見るのは難しいから、MF ゴーストを見ながら、同時並行でちょっとイニシャル D も投稿しようかなとは思ってるから、まあよかったらね、よろしくお願いします。楽しみだね、 MF ゴーストも。本編開始。大樹さんは移りゆく季節の中で、そうだぞ、いつき、お前らいい感じになってくれ。あー、いつき、ちっこ、なるほど。
1万1000まできっちり回せ。やばい、ちょっと開いた。危なかったな。本当だよ。気をつけろよ。ほう。頼むよ、たくん。出たオーラ。ワタルもオーラか。はい。ほう。回せ。マジか。これが俺の86だ。かっこよすぎる。お、ちぎった？あ、また近づいてくるな。はいや、もう行くんだ。
うわ、飛んでんじゃん。えぐ。ほう。あ、行く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 。まずい。あ、違う、今のはターボ系だ。コメントで教えてもらったんだ、メーターが違うって。ほう。なんか、え？夏希の声じゃん。事故んなよ。は？バケモンじゃん。これデジャブのやつじゃん。これ知ってる曲だな。やっぱ遠目じゃ分かんないよね。で、藤原豆腐店で分かるんだよ。ライトとかで分かんのかな。えぐいって。ようやったな、たくみ。こっちは、こっち。頼む、ひつき。うわー、マジか。マジか。
そうね、そうだよな。ブンタ、勝ったよ、勝ったよブンタ。文太からしたら相当嬉しいやろうね。マジか。なんで、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 あ、帰るか。おお、おお、いいぞ、いいぞ、いいぞ。そう。変わるって言ったんだよな、月は。本当だよ。
このままエンディングだ。マジか。そう、ほら働いてるよ。似合うな。いなくなった。泣くよ。泣くよ、マジで。やっぱ見てる。あら、いい感じなんだよ。お、何、選抜シーン。そうだよ。まだ残ってんのやろ。だけど多分今後のステージでやるんだろうな。ライボ軍団との対決。池谷から教えてもらってんな。マジでだいぶ変わったよな。やったー、できたよー、やったー。八号でもいけるんだから、お前いいぞ。イニシャル D、 See you again。マジで一瞬で終わるんだよな、イニシャル D。 本当にこの時間経ってんのかと思う。いやー、よかった。わ、終わっちゃった。移りゆく季節の中、あれ最後さ、イツキがカズミちゃん乗せてさ、こう渋沢行くまで行くぞ。あそこでさ、あのこの秋菜の紅葉のこと忘れない、一つ下の男の子の弟みたいな男の子のこと私忘れないっつってさ、あの紅葉があってあの道走るっていうのが今までのエンディングじゃん。あれ、あれ五木目線だったんや。正しい道かどうかとかは知らんよ。紅葉があってこう道を進むっていうのがもう樹じゃん。いやー、すげえ。でもあれよ、まずね、話のあれでいくと、あの86対86の渡るとの戦い、まさかすぎじゃん。しかもあれデジャブじゃなくて、あれ多分スペースボーイよね、曲名デジャブ、ヘンネンデンヘンネンデンスボーイ、おうおうおう、
スペースボーイって何回かかかってねえか、違うかな。でもめっちゃ聞き覚えがあるんだけど、まあ、YouTube でたまーにあのイニシャル D ユーロビートでなんかメドレーみたいなやつを聞いてるからかもしんないけど、ここ初めてか。俺なんか前も聞いたことあるような気するんだけどな、違ったかな。いやーでもかっこよかった。あそこあの土砂を行くっていうね、かっつってすげえ。しかもあの最後のあの池谷とケンジも遠目じゃわかんないじゃん、両方とも86だから、ってなって、でそれでこう出てきて、はっつってトレーナーだーって、匠が勝ったんだーって。あのシーンも良かったしね。でも樹がもういやー泣くよしょうがねえ。これなんか薄い峠の時とかも思ったんだけど、そのメインで言うとまあやっぱ匠にはなってくるよ。匠と86のその車を運転して攻める、峠を攻めるっていう話があるんだけど、やっぱそこにこう池谷とあのまこちゃんの話とかさ、今回で言うと樹きとあの和美の話とか、なんかそういうその匠だけじゃないところにもこう話があるっていうかさ、で最後マジであの見送って泣く。いやマジ樹きお前よくやったよ。でも本当お前悲しいよな、泣くよな、あれわかるよ。最後匠もたまたまなんかな、わざとあの道通ったのかな、夏樹がバイトしてる姿を見てこうなんかちょっとみたいな、ちょっとねなんか印象は変わってただろうし、え模擬がバイトみたいな感じではあったけどね、まあ、たまたまあの池谷たちが見てたっていうのはあるけど、いやそれでもよやっぱちょっとは気持ち変わったんじゃないかな。いややっぱ面白い。イニシャル D で次なんだよな、マジで。ちょっと待ってよ、もう一回確認しとこう。一応ねちゃんと調べちゃいるんだけど、イニシャル D アニメ視聴順調べてんだよ。順番がわかんねえんだよね。え違う、もう次インパクトブルーの彼方にかな。あ、違う、サードステージか。サードステージじゃない多分、順番。時系列通りに進むので放送順に沿って見れば問題ありませんだね。バトルス…違う、ちょっと待ってよ、俺今見たのがセカンドステージでしょ。次サードステージだね。サードステージだよね、合ってるかな。いや合ってると思うんだよな。一応今ねちゃんと調べてんだけど、サードステージのはず。ちょっと待ってよ、じゃあ次サードステージだろ。あ、そう、サードステージがなんか劇場版みたいな、劇場版だね。ちょっと待ってよ、サードステージが2001年でしょ。でインパクトブルーはいつだ。2001年ってはなってるんだけど、多分俺が今ちゃんと一応調べてるか、今ね3つか4つぐらい見てんのよサイトを。多分サードステージでいいはず。どう？サードステージだね。
ドステーション。いや、見なくてもいい曲じゃねえよ。見るんだよ。なんだよ、これ。余計なこと書き上がってよ。もったいない。サードステージだ。サードステージを見ます。次、サードステージです。で、サードステージなんだけど、アベマ TV の方で見てる。いつもは、D アニメストアで見てんだけど、あったあった。アベマだと、映ってないよね。大丈夫。アベマだとね、ノーカットになってるから、それで見ようかなーっていう感じ。よろしくお願いします。で、その OVA、インパクトブルーとかの方も、D アニメストアだとチャプター1、チャプター2みたいな感じで分かれてるから、その OVA 系のやつは、基本、アベマ TV の方で見ていこうと思います。よろしくお願いします。すげえ。しかもなんか、バトルステージとかなんかリメイク、バトルステージってどうなんだろう。いや、個人的には見たいなとは思うけど、なんかちょっと変わってたりするのかな。見なくてもいいみたいな感じだったら、でもね、17バトルをリメイクって書いてるから、ちょっと気になったりはするんだけどね。どうなんだろう。まあいいや、まあ別にこれは投稿しなくても俺個人で見ようかなぐらいの気持ち。だから、投稿するっていう点で言うと、次はサードステージで、アベマ TV で見ますんでね。ぜひともよろしくお願いします。しかも、あれだ。これを多分投稿してんのがね、いつだ。これも多分7月の末になんじゃねえか。多分7月30日かな。29日か。7月の29日に投稿してると思いますんでね。じゃあ、サードステージはいつになるのかなっていうところなんですけど、イニシャル D の主人公藤原拓海くんですね。藤原拓海くんが乗っている車は何ですか？86。この動画を投稿しているのは7月の29日です。7月の次は8月。おせっかくだからなんかそういうのもやれてえじゃん。まあちょっとね、もうこの代名詞のパンダトレノですよ、86に合わせて、サードステージは8月6日に投稿しようかなと思っておりますんで、ぜひともよろしくお願いします。サードステージは劇場版初でしょう、多分。今調べた感じだと初っぽいからさ、わー楽しみだね。まあセカンドステージの方でもさ、あのエンペラーの須藤恭一とか岩木誠二とかさ、いろいろ出てきたし、あと秋山兄弟もね、渡ると和美が出てきたっていうのもあるし、いろいろまたあんじゃないのっていうところでね。で、まあ、一旦今決まってるのは、サードステージをアベマ TV で見て、8月6日に、86の日に投稿しようと思いますんでね。そんな感じかな。で、最初にも言ったんだけど、MF ゴースは多分秋からセカンドシーズンが始まるんだけど、もうそこには間に合わない。もうちょっともう無理。間に合わないから、同時並行でやっていこうかなっていう感じではある。まあ、個人的に見て取りだめはしとくにしても、投稿をするかどうかってなってきたら多分後の方になるとは思うんだけど、 MF ゴーストロスがあると思うから、そのロスのタイミングでイニシャル D また上げていくのもいいかなって思うから、そこら辺でちょっとやっていこうかなって感じ。フォースステージ、フィフスステージとかだったかな、は話数多いから
まあちょっともうさすがに間に合わんっていう感じなんで、まあとりあえず次また8月6日にサードステージでお会いしましょう。うわ面白かった、楽しかったね、ありがとうございました。じゃあまたサードステージで終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますのでそちらのチェックもぜひ。ということでイニシャル D セカンドステージ最終回第13話移りゆく季節の中ででした。ありがとうございました。奈良に。